皆さん、はじめまして。宮城県仙台市サマリタンズパースのローレンス彩子です。今日はオペレーションクリスマスチャイルドについてレポートします。オペレーションクリスマスチャイルドはクリスマスシューボックスとも呼ばれていて、貧困や紛争地域の中でたくましく生きる子どもたちに箱いっぱいに詰まったクリスマスプレゼントと福音をお届けするプログラムです。皆さんご存知でしたか？サダンバプテストセミナリーの調査によると、世界のクリスチャンの 71% は15歳になる前にイエス様を救い主として受け入れているそうです。子供たちは神様を直感的に理解できる、そして抵抗なく受け入れることができる素晴らしい霊的土壌を持っています。ですから、子どもたちに福音を積極的に伝えていくことはとても重要で、そしてまた効果があります。昨年オペレーションクリスマスチャイルドでは約1000万箱が集められて112カ国で配布されました。子どもたちは箱をもらってそれで終わりなのではなくて、そこから TGJ という12週間のバイブルスタディに招待されます。昨年のプレゼントを受け取った子どもたちのうち、なんと今年だけで190万人がこの学びを受けたということなんです。すごい数ですよね。このプログラムは非常にシンプルなのですが、効果的に弟子訓練とそして伝道につながれているプログラムなんです。私自身も今年フィリピンに行ってまいりまして、実際にプレゼントを配らせていただきました。バイブルスタディの様子やまた卒業式も見てきました。ある教会ではシューボックス配布のイベントの後に、これからバイブルスタディを教えていく先生の紹介の時間があったんですけれども、先生方はみんな10代の若者たちでした。後で聞いてみると、彼らのほとんどが数年前にシューボックスを受け取って、それがきっかけでイエス様を信じるようになったそうです。そして彼らは教会で養われ、数年後には次の世代を教えている。これは本当に素晴らしいことだと思いました。またある教会ではバイブルスタディの時だけではなくて、放課後クラブのように子どもたちが学校が終わると教会で遊んでいる、そんなところもありました。一歩教会を出ると本当にそこは荒々しい環境なのですけれど、教会の中は安全で、まさに砂漠のオアシスのような存在になっているんだなと思いました。また一つのチームは橋の下で行われているバイブルスタディを見に行きました。そこでは橋の下に住まわせてもらうために、幼い女の子まで売春を強制させられているような集落でした。そんな心えぐられるような状況にあえて出て行って手を差し伸べていく教会がいる。そんな方々にシューボックスを託して、そしてまたそのミニストリーの一端を担っていくことができる、これは本当に光栄なことだと思いました。今年もさらに多くの子どもたちに手を差し伸べるべく、日本からもたくさんのシューボックスを送っていけたらと思っています。さて、ここからシューボックスの詰め方を説明したいと思います。まず靴箱ぐらいの大きさの空き箱を用意します。次にプレゼントを贈る年齢の対象を決めます。男の子、女の子、2歳から4歳、5歳から9歳、10歳から14歳の6つの区分があります。誰に贈るかを決めたら、その子供が喜んでくれそうなものを箱に詰めていきます。例えば文房具、タオル、おもちゃ、 T シャツ、髪飾り、キャンディなど、その子が箱を開けた時にわーっと喜んでくれる、そんな顔を想像しながら詰めてみてください。このシューボックスですけれども、もしかしたら人生で最初で最後の特別な贈り物になるかもしれません。良いものを箱いっぱいになるように入れてあげてください。また送料や運営費のために一箱につき700円程度の寄付金をお願いしています。こちらの方は郵便振込でお振り込みください。そしてぜひ手紙や写真などを添えてあげてください。今年2014年のプレゼント受付期間は
11月18日から22日です。仙台市泉区紫山 3-1-3 グレープシティ内 OCC 集荷センターまでお送りください。詳しくはウェブサイトの方でサマリタンズで検索してご覧になってください。なお質問等は info@samaritansparsjapan.org もしくは080-3304-0861までお気軽にご連絡ください。まさに集荷期間真っ最中の11月ですが、今からでも遅くはありません。限られた時間内でできる形でご参加いただけましたら感謝です。なお集荷期間を過ぎてしまっている場合は、まずお電話か E メールでご連絡くださいますようお願い申し上げます。それでは皆様のご参加ご支援を心よりお待ちしております。以上、宮城県からローレンス彩子がレポートしました。